サッカー競技では試合の中で相手と激しく競り合うこともあり、持久力や脚力だけでなく体幹を鍛えることも重要となります。今回はヴィッセル神戸の選手の上半身の筋肉に注目して何人か紹介していきます。さあ、トレーニングルームです。飯倉選手見つけました。飯倉選手お疲れ様です。飯倉選手、ゴールキーパーと言いますと、やはり上半身の中でも特に鍛える部分ってあるんですか？やっぱり一箇所を、ね、鍛えてもね、ダメなんですよ。一箇所鍛えてもね、やっぱ全体鍛えてもね、やっぱり。でも、まあ、僕、神戸に来て鍛え始めたんですけど、でも、ね、上腕がちょっと成長してきてるなって、自分でも薄々は感じてます。はい、もうね、皆さんもこの距離でもお分かりかと思いますが、素晴らしい上腕二頭筋に、そして上腕三頭筋もね、はい、そして三角筋からで、はい、飯倉選手、なんか皆さんに聞いたところ大胸筋がまたすごいというふうに聞いてますけども、はい、そうでしょ、女性の方はね、ね、やすやすとね、みんなファンの皆さんだからといって見てるわけにはいかないですよね、大切なところ。皆さんもね、いろいろ体を鍛えようかなと思う時期だと思うんですけど、ちょっとした何かエクササイズといいますか、トレーニングもしあれば教えていただきたいんですが、俺がお勧めするのはやっぱ懸垂。こう背中をでかくして、もう全体のボリュームを上げることで、ちょっとまあ、なんか体のシルエットを整えた方がいいと思うから、俺は懸垂がお勧めかな。頑張らないと全然いい体は手に入りませんから。はい、アイブマシカ選手です。ハロー、こんにちは。マシカ選手と言いますと、なんといってもこの太もも、すごいですよね。太いんですもんね。ということは腹筋もすごいのかなと思いますが、おシックスパック、すごいですね。さすがですね。ではそんなマシカ選手にぜひですね、筋肉を鍛える何かちょっとね、トレーニングを教えていただけないかなと思いまして、お願いしたいと思います。So yeah guys, I'm gonna show you 10 exercises. It's only 10 minutes. So it's 30 seconds walk and 30 seconds rest. That's all you need. Come on. So the first one, is just shoot and then you cross for 30 seconds. Then you rest to the other side. And then the third one. Fourth one.Fifth one, and number six, you put this here, and you just do this. Seven, just the planks. Eight, just stand on one side, and ten, the other side. And that's it. Welcome.はい、ありがとうございます。朝日さん、ちょっといいですか？はい、はい、今ですね、皆さんのちょっと上半身の筋肉、腹筋を見せてもらってるんですが、ちょっと見せていただけないでしょうか？どんな腹筋持ってます？おお、すごい、これは分かりやすいシックスパック、これはすごいですね。はい、これは日頃からやっぱりその筋肉トレーニングっていうのはよくされてるってことですね？筋肉めっちゃします。はい、はい、その腹筋が出来上がったのって大体いつ頃からですか？高校入って腹筋と背筋と腕立ては1日100回しよう感じでずっとやって、で腹筋の回数が500回の1000回増えたって感じですかね。おすすめがありましたらトレーニングなんかもちょっと見せていただきたいんですけど。はい、はい、で両足を揃えてしっかり背中をつける感じで足をこう上に上げてゆっくり下ろす感じです。もう20回を3セットぐらいでいいかもしれないですね。じゃあこう腹の全体全身運動でもよくなりますし、腸腰の辺も綺麗な、ここも結構痛みになると思います。
何事もやっぱ日々の積み重ねが大事だと思うので、まあ今日明日ですぐに腹筋がバキッて割れるのが一番ですけど、ちっちゃな変化にも気づけないぐらいの柔軟の積み重ねが、まあ結果としてまあ3ヶ月2ヶ月だったりとか、まあ、1年かもしれませんけど、ふとした時に変わったなっていう風に実感を得られるんじゃないかなと思います。今ね、はい、選手の腹筋をちょっと見せてもらってるんですけど、桜井選手を見せていただけないですか？いや、僕全然ですよ。お、そんなにいいですか？はい、なんか距離とかになって、はい、見せれないです。あ、本当ですか？あんまり構えたつもり。あ、本当ですか？はい、まあ、サッカー選手はね、足はすごいと思うんですけど、お、はい、よし、しっかりと、はい、すごい分かりやすい腹筋が、こんなんでいいですか？いや、出来上がってます、はい、はい、すごい。え、でもご本人的にはこれあんまりなんですか？全然です。もうもっとね、はい、マシタとか、はい、マシタとか、それこそね、まあいろんな選手がすごいと思いますね。へー、はい、ちなみに、はい、桜井選手の一番まあ筋肉として自慢できるポイントっていったらどこになります？まあでも肩ですかね。肩、はい、すごい、肩の形がなんか違いますね。買ってますよね。うわ、すごいな、これなんか入ってますね。いやー、何年か前にね、ここちょっと入れたんですよね、シリコンをって言ってもおかしくないぐらいになんかしっかり出来上がってますが、簡単にちょっと腹筋を鍛えられるなんか動きがあれば少し。簡単、はい、なんかあります？難しいですね。はい、あ、でもこういうキープで、はい、足を上げるとか。お、これが腹筋を効くんですね。効きます。ではこれからちょっと腹筋を鍛えたいという方にはおすすめですね。おすすめです。はい、ぜひやってください。桜井慎成選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。セル神戸営業士の井上渚さんです。井上さん、よろしくお願いします。さあ、井上さんには、まあ、筋肉トレーニングで、まあ、食事も大事になってくると思うんですけども、そのあたりで心がけることをちょっと教えていただきたいのですが、聞かせてください。トレーニングに関してのリカバリーっていうかですよね。まあ、3食バランスよく食べるっていうのは当然重要ではありますし、まあ、特にまあ減量中であったりとかそういった時でも、まあ、朝からしっかりバランスよく食べるっていうのは重要にはなってきます。まあ、特にまあ筋肉量を増やすっていう視点から考えると、まあその筋肉の材料となる栄養素であるまあタンパク質ですね。例えばお肉であったりとか、お魚、卵と大豆製品ですね、豆腐や納豆などの大豆製品をしっかりバランスよくそのあたりも食べてほしい。チームとしては今リカバリーに重点を置いてサポートさせてもらっているので、やっぱ練習後すぐに栄養補給、特にタンパク質、リカバリーのために炭水化物も含めて補食としておむすびを提供しています。何かしらのアスリートを目指す子どもたちへメッセージもお願いします。アスリートになるためにはやはりそのしっかりして怪我をしないであったりとか、フィジカルの強化であったりとか、やはり体が資本になってきますので、3食ですね、朝しっかり、朝ごはんからしっかり食べて、野菜も好き嫌いなく食べてもらう方がいいかなと思います。というわけで、アスリートが強い体を手に入れるためには、計画的な筋力トレーニングや食事、疲労回復にも心がけることが重要となるようです。ぜひアスリートを目指す皆さん、頑張ってみてください。また次回の企画もお楽しみに。